ずっと、あ、ずっとではないんですけど、画面の見すぎで右目が痛い。画面見すぎで右目痛いのにさ配信始めるのバカだよね。すいません。こんにちは。何を見ていました？画面を見てました、うん、そうそう、こんにちは、どうも、こんにちは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 。どうも。スプリンクラー回って うん、こんにちは。あ、そっか、今イベント中なんだ、なんかの。どうぞ星様カウントは別に大丈夫です、ありがとう、いらないですよ、私はイベント参加してないのでありがとう。お星様どうぞ、星集めどうぞ。いつまでてか、何のイベント、何のイベントじゃない、なんて言うんですか、今回も前回みたいにリアルポイントはみたい見えないみたいなやつなんですか。それもわかんない。こんにちは。どうなんだろう。誰もわかんないか。誰もわかんないか。私がお知らせの様子を見るよ、じゃあ知ってる人いなかった。ランキング出てんじゃん、なんでうちらの、はい、あれじゃダメだったの、ランキングしてリアルタイム、なんでなんだろうね。ほらランキング出てる、あ、これ48グループなんだ、へえ。なんでだろうね、うちらのレギュラーじゃないや、リアルタイムランキング出なかったの。
なんかあったのかな。60人いるからってこと？60人ぐらいと何立候補してたからかな。それともそれでリアルタイム出さなかったからなんかあれなのかな、これからはリアルタイムやっぱ出そうってなったのかな。わかんないね。まあ何か合ってなんだろうけど、こんにちは。もう何もしたくない日です、今日は今日は何もしたくない、眠たい、寝たいよっていう一日、うん、ワクチン接種で熱が出ましたって。あらららら、それは大変だ。今日は天気が不安定なのでやる気が出ません。そう、目が開かないもん、めっちゃ目こんにちは。お塩爪どうぞって言ってる割にテンション低く見て、こんにちは、こんにちは、こんにちは。皆さん今日のお昼ご飯は何を食べましたか？2時頃ドボン2周年のカウントダウン配信、そんなこと誰も言ってないそんなこと誰も言ってない。ナポリタンを食べます。おー、いいですね。今日はパン、朝はパン、パンパパン、つけ麺。なんか昨日からっていうか、昨日あの水溜りボンドさんのめっちゃ大食いの動画を見たんです。茨城県にある文福本店、文福そういうところのなんか料理がマジでやべえぐらい出てくるんだよみたいな動画を昨日の夜見たんですけど、あれからなんかお腹いっぱい、なんか自分が食べた気持ちになっちゃって、うん、あれからお腹いっぱいで、あるあるじゃない、大食いのご飯の動画見たらお腹いっぱいになる、うん、あれ以来お腹が空いてないんですよね。
もう私イベント参加してないので、はい、星どうぞ集めてください。私はイベント参加してません。エイトからはね、ソラノンが立候補してるので、タイムスケジュールも組んで頑張ってるので、ぜひ応援してあげてください。なんか確かになんかあれだわ、今日も私は確かに天候がねあれだと、あれだね、気分が乗らないですね。天気悪いと気分が乗らない。あ、お腹空いてんのかな。確かに気持ちはお腹いっぱいだけど、お腹空いてんのかな、どうなんだろう。でも本当にあの動画を見たらマジでお腹いっぱいになるよ。うん、本当にそう、びっくりするぐらい。そう、うん、見てほしい。星いらないですよ。星集めてください、どうぞって意味で、星集めどうぞって言ってるだけなんで、お星様は別にいらないのでどうぞって感じです。こんにちは。なんか、うん、ねえ、この配信何なんだ。でもショールーム強化月間なんで、なんか喋ろう。でももう寝たくなってきちゃった。15分経ってないけど、やっぱやめようかな、お昼寝しようかな。気持ちが眠たい、うん。いや、とりあえず15分経ったらにしよう、考えよう。星集めに来たけど、星可愛くて投げちゃいました。こらこら。せっかく集めたもの投げちゃダメじゃないか。こらこら、私のところは星は、はい、イベント期間中のメンバーをぜひ
ぜひエイトからソラノンが出場してるので応援してあげてください。疲れましたね。少しご飯食べて、ご飯もお腹空いてないんだよ橋本さん。マジであの動画見てほしい、みんなに。本当にお腹いっぱいになるよ、うん、投票にいとけばということだ。投票しろってこと？あ、投票画面にすればみたいなこと？そういうこと？やる気も元気もない、あ、大丈夫です。はい、めっちゃ元気で、元気っていうか、なんて言うんですか、そのそう、元気ではあるので。見てきたけどすごすぎて秒で閉じたんでしょ。うってなりそうな量でしょ。なんかなんちゃらしとけばみたいな、嫌なんですよね私そういう日本語。すごいそれをなんか、え、なんちゃらしといたらいいじゃんみたいな感じで、なんか文章じゃない、なんていうの、喋り方で言われるのと、なんかなんちゃらしとけばみたいな、コメント欄で文章だけで見るのとではもう本当に気持ちの大きさが全然違うじゃないですか。だからもう今のでもうテンションも下がった。もう最悪。はい、今もうサイ&アークがもうドーンドーンドーンです。もう眠い。眠い、お腹空いてない、なんちゃらしとけば。ああ、何したら元気になりますと思いますか。蒸し集めに来ました、どうぞ。明日晴れて明後日また天気悪いみたいだよ。一番嫌ですねそういうのって。富山？それ東京の話してる？どっち？なんかさ、こうテンションじゃない、なんていうの、あのね、こういうの嫌だ、すごい。富山はそうですね、明日ちょっと天気良くなってまた明後日が、え、梅雨ですか？梅雨ですかってぐらい雨なんですけど、どういうこと、何これ、無理、雨なんてやっていけない、お話し会行きたくなくなっちゃうよ橋本さん。お話し会は私もお家からやりたい、みんなだけずるい、私もお家からやりたい。ずるい、うらやましい。マックミックさん、ハートありがとうございます。ギフトいらないですよ、ありが、なんかありがとうってもなんかならないよ。イベントの時に投げてくれよってなるのでやめてください。1ヶ月経てば多分気持ちを切り替えられると思うんで、9月ぐらいからぜひお願いします。はい、うん、え、本当にお話し会お家でやりたい、すねすね、すねぴょん、すねぴょん、く
薬だけは投げさ、薬投げられるんですか私今から。キャッチ。そこをなんとか日曜日よろしくお願い。そうですよね。日曜日までには元気100倍ハルパンマンになっておきます。元気ではあるんですけどね、気持ちが乗らない。今日この頃、まあ夜になったら乗るのかな。だってもこの何このアングルって感じですよね。こっち側めっちゃガラ空き。何のアングル？イケイケな音楽を聴くといいと思います。イケイケ音楽ちゃんちゃん。寄りかかってないですよ全然。ほら後ろには寄りかかってるけど、こっちとこっちには全然寄りかかってないです。クッションには座ってるけど。イケイケ音楽ちゃんちゃん。え、全然イケイケじゃなくない？なんか一回やる気が出ないともう何にも対してもやる気出ないんですよね本当に。僕の感じの、あーすごい、タヌキとキツネだって。私そうですね、私も今夏休みだけどテスト前でやる気でん。テスト前はやる気ゼロだよ前日になってやる気出す、うん、お話し会は家以外でどんなところから参加している人がいますか？会社、車の中、天気良かったらお外とか、なんか桜見せてくれた方とかもいたりとか、あとはそう、なんかお花見してるよみたいな桜見せてくれた方とか、もちろん皆さん立ち止まってですよ、歩きスマホは危険なので。あとどこだろう、あとなんかなんていうの、家とかだとできないから、そのホテル簡易なんていうの、そのを撮ってますみたいな人もたまにいます。
完全にオフモードだっためっちゃ LINE 返してた。返す。あ、これはちょっと業務連絡、業務連絡はすぐ返さなければいけないので、頑張って、ありがとう。大事、業務連絡大事。お星様全部なありがとうありがとう。イベント私参加してないんで、ぜひあのぜひなんだよって感じなんですけど、ぜひイベント参加してる子にたくさん投げてください、うん。ちょっと待って。ちょっと、うわ無理かな。いやちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと配信終わってもいい？夜はやります。またちょっとランキング読もう。急に始めて急に終わる。
何もこの配信なんか何習得したぐらいのあれなんですけど、ちょっとランキング読みます。じゃ夜またやる。ちょっと待って、1位ジムさん、2位マックミックさん、3位ネテルさん、4位ポテトさん、5位キュウリさん、6位ウラジさん、7位バージョンアルさん、8位チャケオシさん、9位アサヒさん、10位ポンカンさん、11位シカティさん、12位キノピンさん、13位竹村さん、ありがとうございました。ちょっとって感じで、ちょっとまた夜会いましょう。ちゃんと喋るね、その話については。これはちょっと何も、今が一番元気みたいな感じのテンションかもしれないですけど、ちょっとまたね。ありがとう、バイバイ。